どうもこんばんは、NM です。今回は東京グールおよび東京グール RE でグール捜査官として登場し、 CCG の異端児から後に死神と呼ばれるまでに至った鈴や十三についての考察解説をしていきたいと思います。経歴。鈴や十三、本名鈴や霊。幼少期はグールビッグマダムの飼い人として育てられ、スクラッパーとして十三という名前を与えられました。ビッグマダムに男性器を潰されており、性別はなし。ひどい虐待を日常的に受けており、痛覚を失っています。 CCG に保護され、入局する際にレイという名前を捨てて鈴や十三になりました。クイン家はナイフ状のサソリ、大きな鎌の形状をした十三ズ・ジェイソン、RE では篠原や黒岩も使用していた新たの改良版、新たジョーカーも装備しています。圧倒的な実力はあるものの、グールに育てられた影響でモラルが欠如しており、無印東京グール時代には倫理観に欠けた発言や行動が多く見られました。しかしパートナーである篠原特等が袋路線で重傷を負い、植物状態になってしまったことがきっかけで十三は変わり始めます。東京グール RE では更生した姿を見せる十三に多くの捜査官が信頼を寄せ、コクリア編で最強の捜査官有馬希章が死亡した際には後を引き継ぎ死神と呼ばれるまでに至ります。嘘。東京グール RE 3巻オークション編でビッグマダムを追い詰めた鈴谷十三率いる鈴谷班、傷だけがあなたからもらった何かでした。傷だけが懐かしい。腕をさすりながらつぶやく十三。しかし脳裏にはビッグマダムと過ごした日々、おそらく楽しかったであろう日々が蘇ります。周りの誰があなたをどう言おうと、僕はあなたを恨んだことなんてない。これは仕事です。十三は微笑みながらそうつぶやきます。本心でしょう。しかしビッグマダムの口からは、勘違いすんじゃねえぞ、お前なんか一度も愛して、ここでとどめを刺されてしまいますが、お前なんか一度も愛していない、と言い捨てるつもりだったのでしょう。しかし叫ぶビッグマダムの口の中をよく見てみると、英語で lie の文字。lie の意味は嘘です。愛していないとビッグマダムが吐き捨てた言葉は嘘で、飼い人として育てていた十三を愛していました。十三自身も嘘をついており、傷だけが懐かしいなんてことはなく、ビッグマダムから受けた虐待以外の親子のような日々も懐かしんでいます。しかし直後、これは仕事ですと発言していることから、傷だけが懐かしいという発言は捜査官としての仕事のための嘘であると推測できます。またビッグマダムにとどめを刺した後、十三がさよならお父さんと発言していることから、ビッグマダムは女装した男性ということが判明しました。つまり十三はビッグマダムが男性であると知っていながら、ママとして十三の親であろうとしたビッグマダムを最後までママと呼んで優しい嘘をついていたことになります。もしかするとビッグマダム自身も十三の優しい嘘に気づいており、十三が負い目を感じないよう、育ての親である自分を躊躇なく殺せるよう、最後はひどい言葉を吐き捨てたのかもしれません。人格。鈴や十三には2つの人格が存在します。オリジナルである鈴や霊としての人格、そしてビッグマダムにスクラッパーとして育てられた十三としての残虐な人格です。原作では鈴や十三のセリフの文字が霊と十三、性格ごとに別々のフォントが使用されています。日常では基本的に霊が喋りますが、感情的になった際に十三の人格が現れ、戦闘時には2つの人格がたびたびごちゃ混ぜ状態になります。 CCG に保護された後、経歴抹消のため霊という名前を捨てることにはなりますが、十三は自ら飼い人時代の十三という名前を選択します。袋
フクロウ討伐作戦で篠原特等が植物状態になったのを境に重蔵は変わり始め、 RE に入ってからは重蔵としての人格が前に出てくることはほとんどなくなりますが、ルシマ編でクロナと戦闘になった際には、また同窓会しますかというセリフで重蔵の人格が現れています。最終的にスクラッパーとしての残虐な人格の重蔵は消え、スズヤ・レイの人格でビッグマダムからもらった重蔵という名前を引き継ぎ、スズヤ重蔵となりました。数字。スズヤ重蔵が前髪を留めているヘアピン、ピンの留め方がローマ数字の13になっています。13はタロットカードで死神を意味します。無敗の捜査官、CCG の死神と呼ばれた有馬希少、彼と同じ死神の数字を持つ重蔵は有馬希少の死亡後、その役割を引き継ぎ、後に死神と呼ばれるようになりました。無印東京グール13巻の表紙は有馬希少、東京グール RE13 巻の表紙は鈴谷重蔵が飾っています。また重蔵は13と変換することができ、名前にも数字の13という意味が含まれていました。東京グール最終14巻、フクロウとの戦闘で右足を切断された際にヘアピンが1本外れてしまい、ローマ数字13から12へと変化します。12はタロットカードで吊るし人、正位置で忍耐、試練、障害、逆位置で悪あがき、投げやり、自暴自棄。正位置が右足を失ったことを指すならば、篠原が赤眼のフクロウにやられてしまった際、重蔵が片足で赤眼のフクロウに立ち向かう姿は逆位置を指していそうです。重蔵が愛用する鎌の形状をした大きなクイーン系、重蔵ズ・ジェイソン。CCG からジェイソンと呼ばれる青霧のグール、ヤモリから作られたクイーン系です。重蔵とヤモリの関係は、アメリカの有名なスプラッター映画、13日の金曜日が元になっています。この映画に登場するジェイソン・ホービーズは、ホッケーマスクをかぶった殺人鬼。ヤモリも拷問時にホッケーマスクをかぶっていました。そしてヤモリの出身は13区です。ちなみに重蔵ズ・ジェイソンのボディにもローマ数字の13が刻まれています。ジェイソンことヤモリのクイーン家の形状がなぜ鎌の形状になったのか、それは13という数字がタロットカードで死神を意味しているからです。マルセイユ版タロットカード13番のイラストは、死神が屍の山の上で大釜を振るう様子が描かれています。まさに作中の鈴谷重蔵そのものと言えるでしょう。また東京グール RE ルシマ編の直前に重蔵のヘアピンの形状はローマ数字13から20に変化します。20はタロットカードで審判を意味しており、正位置で再生、ステップアップ、覚醒、逆位置で挫折、停滞、再起不能を意味します。ルシマでクロナと戦闘になった際、やられたふりをして初めてアラタジョーカーを使用したシーンから見ても、今回は正位置の意味と捉えられます。東京グール RE 最終16巻のラストでは、流線から6年が経過した様子が描かれています。流遺児から採取された細胞が再生医療を発達させ、回復が絶望的だった多くの患者を救いました。フクロウ討伐作戦で植物状態に陥った篠原特等も無事目覚め、成長した鈴谷重蔵と対面します。目覚めた篠原を見た重蔵はその場に泣き崩れますが、重蔵のヘアピンが流線時の20から21へと変化しています。21はタロットカードで世界を意味しており、正位置で目標達成、ハッピーエンド、成功、逆位置で別れ、失敗、挫折を意味しています。今回は正位置ですね。東京グールファン、鈴谷重蔵ファンの誰もが見たかったハッピーエンドとなりました。はい、ということで今回は鈴谷重蔵の考察解説でした。
実は僕、十三がグールのキャラの中で一番好きなんですよ。うん。RE に入ってから、ガラッと印象が変わって、もともと人気のキャラだったんですけど、さらに人気に火がつきましたけど、僕はやっぱ無印の頃の十三が一番好きですね。特に、黒白線、ラボでの黒白線、シャツの下に忍ばせた56本のサソリですね。ダッシン、めちゃくちゃ痺れましたね。アニメではコクリアだったんですけど、同じ白黒線、すごくよく動いてて、とてもいい出来だったと思います。よかったら皆さんのお気に入りのシーンもコメント欄で教えてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。